モイカ、鳥イントロ部の鳥です。私はフィンランド出身でございます。一番質問されていることは、なんでフィンランドは世界で一番幸せの国なんですか。フィンランド人にも聞いてみました。På tillit, att man har tillit och tilltro till både varandra och systemet, till myndigheter, till sitt styrelsesätt, till sin demokrati inte minst, tror jag är absoluta förutsättningar. I Finland är man som, man är ärlig, man kan få hjälp av andra människor, man litar på varandra. Jag tror det är rätt med det. 信頼関係が強くて、これは人の人に対しての信頼ですし、最も大事なのが政府へ対しての信頼があります。人と社会のつながりが本当に濃厚なんです。政府が国民の信頼をキープできるために非常に非常に頑張ってます。頑張ってますって、いや、頑張っている証拠はもうこれはもうフィンランドが幸せな国になってるんですよ。政府と国民だけじゃなくて、例えば職場の時でも信頼関係が非常に高いんですよ。ヒエラルキーがないから、なんかすぐに気さくにかつ率直に話せるんです。職名もあってもファーストネームで呼んでるし、私もフィンランドで仕事した時に普通マネージャーファーストネームベースで呼んでたし、かなり時間の無駄がなくなるんですよ。もう率直に話せるから、お互いの信頼関係があるっていう証拠なんです。思ってることをちゃんとフィンランド人は言えるんですよ。すぐにバンって思ったことを言うんですよ。日本人から見てちょっと失礼かもしれないんだけど、フィンランド人はそうなんですよ。そもそもフィンランド人は言葉少ない民族なんで、言いたいことはもう言う、言うことはない時にはもう黙る。Familjen är viktig, starka familjevärden. Faktiskt, det är helt sant. Det tror jag också. Långt förutom mitt del. Det är därför jag är här. Vad gör Finland ett bra land? Allt funkar. Finland och Kokugo Takaikuni, Noriu number 3. Yuttari toshita lifestyle to seikatsu suijun no takasa. Finlandojin wa...家族と一緒に過ごすプライベートの時間をとってもとっても重視してるんだけど、フィンランドの労働時間が8時間なんだけど、朝8時から夕方4時まで仕事なんだけど、4時に家に帰ってだいたい5時に家族とみんなと一緒に夕ご飯を食べるんですよ。平日でも本当に有益に過ごしているフィンランド人が多いなんですよ。家に対する評価がすごく高くて、もう人生の最もの時間がもう家にいるから、にいると本当にすごく幸せを感じるんですよ。本当に残業がないし、法律的に決まった労働時間をオーバーしちゃうと早く帰ってって上司から言われるんですよ。自分らしく生きていけれる国なんです。少ないことに対しても幸せを感じるんですよ。もうちょっとでコーヒーを飲んで、しかも法律でコーヒー休憩が決まってるんですよ。その労働8時間の間に45分がランチタイムで、15分のコーヒーブレイクがあるんですよ、法律で。でそのコーヒーブレイクでなんか同僚とコミュニケーション取れる時間になってるから、本当に非常に大切な時間ですよ。フィンランドで工場を働いた時あってて、でお昼の時にその工場のお兄さんたちがみんな個室に集まって、みんなこうヨガマットを引いてみんなと一緒にお昼寝したんですよ。これを見て本当にすごいなと思った。フィンランド世界で一番幸福度高い理由その4つです。綺麗な景色と豊かな自然の中に暮らしているです。フィンランドのイメージ何ですかね。森がたくさんの国で200万の湖がある国なんですよ。人口が500
50万人しかいないので、とってもとって もうスペースがたくさんあってて、夏はもう暑くならずに白夜の日があってて、秋になっても紅葉が見れて、冬になったら雪景色が非常に綺麗 でもちろんオーロラが見える国なんですよ。私オーロラ見たことあるって聞かれるんだけど、人生一度に見たいっていう人に対してはちょっと失礼かもしれないんだけど、何回もあるんですよ。多分100回もあるんですよ。300回もあるんだけど、300回も見てもあ、すごいオーロラだってちょっとそれも幸せになるんですよ。あの冬が非常に暗いから、夏に入ると白夜の現象が起きて、ずっと明るい長い暗い寒い冬を乗り越えて、今この綺麗なずっと明るい夏の夜過ごせるのがフィンランド人にとってすっごい幸せを感じるんですよ。もう白夜の時に本当に太陽が本当に沈まないから、もうフィンランド人がもうみんなもうウェーイってなるんですよ。別荘に行って家族と一緒にバーベキューしたり、船に乗って友達と島にへの旅行行ったり、海に行って泳いだりしたりするんですよ。森の中のお散歩、ベリを包むキノコを探したりする、本当にフィンランドがなんか自然のネイチャーと一緒に暮らしてるんですよ、フィンランド人は。でうちの中庭にも本当にサラダとか人参とかジャガイモを育てるから、もうほとんどスーパーに行かないで、もう全部中庭から物を取って、でご飯は家族とみんなと一緒に食べてたんだけど、なぜでもフィンランド人がこんなゆったりしたライフスタイルできるかっていうと、聞いてください。38バーダーガリネイオーレオーレラシェンダーガレンダーシッテ10、10、15、15、15、30、35ネスタノッタベッコル。ユスト、社会人になっているフィンランド人のほとんどが夏休みが5週間あるんですよ。4週間か5週間あるんですよ。1年で30日を有給をもらってるんです。30日なんですよ。土曜日も関係なく30日。これは幸福度が高いに当たり前でのクラッカーだよ。4週間の休みがあるからこそ本当にリフレッシュができる、ちゃんと休める、この有給をみんな使ってるんです。むしろ使っていない人はいないんですよ。日本で今働いてるんだけど、なんか有給がすごい溜まってて、ああどうしようってなってるんだけど、もらった有給を取りましょう、消化しないで休みを取りましょう。皆さんいかがだったでしょうか。この動画をアップしてから24時間みんなのコメントに対して私答えます。なので質問、意見、いやこれじゃないとか、もう何でもウェルカムなので、皆さんぜひコメント書いてください。お待ちしております。フィンランド人の鳥でした。